よし、今日こそ金太郎さんを任してやるぞ。まずは僕が相手だ。キキー、その次は私よ。面倒だ、みんな一緒にかかってこい。はじめまして、アキコと申します。小学校3年生の時に私は声優になると決めまして、声優を目指しました。でその後ですね、都内の養成所ですとか、劇団を立ったり舞台を組んだりして、海外ドラマや、ゲーム、あとナレーション、いろんなお仕事をさせていただきました。現在ではその月に1回、行っている朗読会をに力を入れています。私のレッスンは生徒さんお一人お一人に合わせたオーダーメイドのレッスンです。まずは生徒さんのお悩み、目標をお伺いしますので、その目標、お悩みに合わせたレッスンを一緒に考えていきます。他にはですね、私のライフワークでやっている朗読なんですけれども、その朗読を通して表現の仕方、話し方、相手への言葉の伝え方を一緒に学んでいくようなレッスンをとっています。こんなことでお困りの方、お待ちしています。いきなり冠婚葬祭のスピーチを頼まれた、どうしよう。会社で大事なプレゼンをやることになった、どうしよう。ちゃんと喋れるだろうか。そんな方々、ぜひ一度体験レッスンお取りください。お待ちしております。では。